皆さんはお気づきだろうか昨日の動画が見れなくなっています。私が警告を受けた真の理由、皆さんにお話ししましょう。ハロー YouTube。下年つかさんのニュースの猫側にゃ、今日もレ、ね、ッドブカヤビニュースをお送りいたします。もう YouTube? つって。怒ったかな許さないかな橋本カーンタカンタつっておばあちゃんの中ではないでやあれ 昨日の件まだ引きずってるこいつあ今日はですね、アメリカでついにあれが始まります。話していきたいと思います、つってんねということでね、やっていきましょう。まずはこちらをご覧ください。日蓮をテーマにした歌舞伎を主役で演目をやってます。日蓮。 一川、ドゥイノスケってことでドゥイ、ドゥイヤドゥイヤドゥイヤおもんない、ズコーつって、おもんない警告ですね。おもんなさすぎて、実は警告を受けてしまいました。いや、おもんなくて警告受けるんだったら、とか、<laughs> かな。あの、しょうもないボケも全部警告ってこと、お前やめとけ、お前。荒 <laughs> ぶるな、荒ぶるな。おもんなくてすいませんでした。ね、皆さんにはちょっと心配をね。これ、おもんなさすぎて18禁になってしまう。どういうことやね、それ。えってか、お前。 え、ちょ、っと何言ってるか分からん。こいつ全然反省。YouTube さん。こいつ全く反省してないです。市川瑠ノ之助は結構面白いかなって思ったんですけどね。思んなさすぎて。ね、こんなことになってしまいまして。ね、今後ちょっと動画作成には気をつけたいとね。激おもの動画を、ね、もう最重の動画を作っていきたいと。 思います。まあ、そんな、ドゥイサクさん怒られるぞ、お前。で、ドゥイサクさんが、韓国の外国語大学で名誉博士称号を与えられたんですよ。何したかというと、在日の日本に住まわれている半島の方々に対して、賛成権を主張すなすな、すな、つって、すな、すなぎつね。んー、だんだ、あ、ね、れ、だんだ、あれ、あれ。え何このあ、あれ。夏見生きとったんかい、悪いってことですよね。あれみたいな。 生きてないだよ、怒られるぞ。あの、まあ、類作さんは実は、と、とのパイ数説っていうのがあるんですよ。お前今日大丈夫か、これ。二日連続で食らったらお前目も当てられない、まあ。パイ数説っていうのがあるんですよ。ま、あそれは闇の男ハマーが言ってたんで、僕じゃないんですけど。そうなんだ研究会、黎明期。二代目がいなくなるタイミングで彼は、とから送り込まれた、えー、工作員であり。ね、あ、間違えました。エンドゥであり。いや怒られるぞ、お前ね。エンドゥ、<laughs> 怒られ。あのね、絶対誰にも言わないでください。マットフラット怒られるぞ、お前。これは絶対怒られるわ。 最近触れてすらくれないから、大晦日。説がありまして、その、都がね、そうなんだ研究会を都の隠れみのに仕立て上げるために、まあ、潜り込ませたし全部やん、もう。都も都も怒涛の英語も全部やんぜ、最後。土の英語巻き込んだら今、さりげなく。ワールドメイトやめなさいね。そういうことは、まあこれね、うん、あの名誉博士ね。まあ、あの、参政権はよしなさいって話だ。生きてないだろうってこと。たまにこの生きてる感出してくるのが、無駄な抵抗だぞって思ってますけど、僕だけでしょうか。そんな、 アメリカなんですけど、なやその思想の弱い切り返し。この前リスナーさんに、最近こいつ思想強い弱いを流行らせようとしてるみたいだけど、全く面白くない。いや、面白いとかでやってないからこっちは。真実でやってるから。いや、何ニヤニヤしてんのお前。 ね、アメリカでついに、あれが始まります。いつも始まってんなって話。国の奥様が、ちょっとお縄になるかもしれない。いや、お前何万回目やねん、これ。ニャントラさんがね、大統領だった時に、ムンス島サイドが、このニャントラさんがね、顔の怖い国とめちゃめちゃ密接に繋がっていて、悪さしてるみたいなことをずっと主張していた件。あれがやっぱり嘘だったってことが先判明しまして、 で、このムンス島が、その、え、嘘情報の根拠としていた文書があるんですよ。これを書いていた、イゴール・ダンチェンコっていう人物を、まあ、捕まえた。あ、ダンチェンコって言って、18禁じゃないですよ。いや、むしろこれを怒ってきたら、もう、YouTube さんがエッティってことになるからね。のび太さんのグッチま、このダンチェンコさんね。うん、ダンチェンコさんですよ。お前なんで、もう貯めるな貯めるな、意味深なため。助教師のためやめてもらってやめろやばい 多分こっちも怒られたからさあるよね。だとしたら初手、ソテよ、ソテ警告だからね、お前ね。お前のメンタルどうなってんのお前、大丈夫今日。はーいはーい、ということで。なんですけど、これが実は、この栗の奥様に、の本体が狙いで、これ最初のとっかかりじゃない仮説っていうのがある。 で、まあ、栗の奥様って言ったら、まあ、もう罪状が200公ガシャあることで有名な200公ガシャリーじゃないですか。いや、ちょっとおえいや、ちょっともうお前捨てたな、今日の動画。まあ、彼女はね、あの、ウィキリークスで昔メールが流出してたんですよ。そこでめっちゃやばいこと言ってた。屋根裏部屋の箱で古いギの足を指で十字になぞりました。裏庭のチキンを犠牲にし、 モロクを捧げますという何この思想の強いメール怖いんですけどってことで、このね、チキンが実はヤングを示していると。昔から栗の奥様はヤングをあれしてるとね、ヤングと一緒にパーティーかなあかんねんってやってる説があるわけ。で、このモロクって何だと。ね、このモロクっていうのは何千年も前に崇拝されていた悪魔であり、今日でも続いているという 闇の儀式の神なんです。この人物にヤングを捧げますって、昔栗の奥様が書いてた思想の強いメールが流出してるんですけども、これね、この罪ってまだね、解明されてないんですよね。彼の旦那さんは某カリブ海の島の超ビップ顧客で、そしてこのなんとかスタインさんがヤングを荒れする部屋には、彼の助走した絵が掲げてあったわけですよ。 めちゃめちゃ密接関係者なわけ。で、この奥様ですよね。この奥様は昔、ュ中地震があった時に、あの国で自分の部下を送り込ませて、ちょっとヤングを パーティー行かなあかんねしようとしてて捕まったっていうことあるんですよね。彼女は実は超どんぶか闇で、アメリカの当局は常に彼女とこの夫婦を狙ってるけど、今までずっと権力の壁に阻まれてきたと。つい最近、F の B の I はこの、えー、国の奥様に対しての捜査を全てやめると宣言しました。急な話です。でもこれ誰が指示したのか。ホワイトハウスなんですよ。梅之助師匠なんですよ。 なぜなら、この夫婦の闇っていうのは、とてつもないものであり、このムンス島自体を揺るがしかねない巨悪だ。い。しかし、これに対して、先ほど言った、ね、このダンチェンコさんっていう、ちょっと18禁っぽい名前の人がお縄になったことで、芋づる式に奥様まで行くとか、行かないとか。あとですね、あの、アメリカの上院議員が、ね、あの、衛星電話を支給されました。ね、これね、あの、近く、携帯電話が使えなくなるかもしれない。 っていう謎の情報のもとに支給されたらしいんですけどあれっつってこれ寝ても覚めてもじゃねえやっぱその言い方やめろお前金丸放送じゃない金丸放送の前は大体全ての通信が遮断されるっていうノリがありますのであれっつってお腹すいたないや思想が弱いなこいつに情報を渡すの無意味でしたねということで来ちゃうかもしれないないやなんでこのタイミングで金丸放送かって話なんですよ ね、根拠を話すお前ニヤニヤしてるけど大丈夫かあのウノ国とロの国の戦、ね、ある重要拠点が陥落したんですよねで今までカタクナに和平交渉はしないって言ってたゼガがついに折れて和平交渉が開始されるという噂が出てきましたであの戦って闇の狩り場だったわけですよねそもそもウノ国には大量にある謎の研究所みたいないわゆる素がつく投資家がめちゃめちゃ資金投入していて元を正せば 彼を大統領にしたのもその字なんですけど、まあ、そんな闇の国、この戦、長引かせまくるのが彼らの狙いだったんですけど、なんとついに和平交渉が開始されるという噂が出てきました。これ実は世界が転換するタイミングが来たかもしれないと。 ま、アメリカね、あの、債務上限が近いんですよ。ね、あの、毎年のノリなんですけど、えっと、アメリカの議会が、え、予算を承認できずに、決済が下りず、ね、これデフォルトしちゃうっていう感じになってます。これは毎年の風物詩なんですけど、今年は一味違うぞと、栗の奥様。そして、この衛星電話。で、このデフォルトがすべて合致したとき、これはもう、寝ても、覚めても、トラ、ということでですね、んあの、汚い いや、ちょっと俺はワクワクしてきたぞ。雪子呼んできてよ。兄ちゃん、なんで医師の肩書き外したらフォロワーがどんどん減ってるみっくんのことこれ。みっくんとかいっぱクリティカル雪子言うな、言うな、それは触れちゃいけない。みっくん 遊ぼうよ、みっくーん !G7 に行くなう。ピーチ航空でワロチ。エンジンの横は、やっぱりうるさいですね。いや、就航してねえだろ、いけるいけるいやる、いやもう終わってんのよ、ヨジョンちゃん。あともう G でもセブンでもないのよね、ということでございまして。で、ね、どこかに向かうヨジョンちゃん。私はそれを見ていたい。ってこと金正恩新幹線が発車これ、アベリオです。アベル、懐かしのアベリオ。新幹線で来たら、えんちゃん